キス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 しよう、初めての甘いキス、ゆら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 揺れて恋の旅をしよう。風に舞う私の心、さえずる鳥の歌、恋のメロディー、あなただけに捧げる。What you do。 皆さんこんばんは、イカです。お元気でしょうか。今日も始まりました、エリカの告白キスキスキということで、ここから1時間エリカがお送りするエリカの告白キスキスキ、今日も大好きなエリシーに向けて、頑張ってナビゲートしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。少し遅れますけれども、エリカプロモという、YouTube 公式チャンネルの方でも後ほどアップされますので、ぜひ楽しみにしててください。この番組はエリカのことをもっと知ってもらおう、エリカのことをもっと好きになってもらおうという思いを込めてスタートした番組です。バクさん、番組の中で、たくさん今日も告白していきたいと思っていますので、ぜひぜひ皆さんからもたくさんの告白お待ちしております。メッセージは今、ユーストリームで見ていただいている方は、右の画面のですね、ソーシャルストリームの方から書き込みしてください。そしてツイッターの方からでも大丈夫です。エリカの告白キスキスキとハッシュタグをつけてつぶやいてください。ぜひ皆さんから今日も質問などお悩みなど、たくさんメッセージいただけたら嬉しいなと思います。台風がね、もうすごい接近していて、史上最強と言われてるぐらい本当にすごい台風なんですけれども、皆さんのお住まいのところは大丈夫でしょうか。私のこの今日のお台場はですね、ちょっとやっぱり風が強いですね。まだ雨は降ってないんですけれども、これからこう来るぞという感じがじわじわとあります。なんかすごい蒸し暑くてね、結構こう汗をこう外に出てるとかいてしまうんですけれども、それでもですね、まだ雨とかはまだそんなにザーッと降らないので、ちょっとこう嵐の前の静けさといった感じですかね。はい、ぜひ皆さん東京近辺の方も気をつけていただいて、地元山梨なんかでは土砂崩れもあったりして、静岡の方でも雨もすごいみたいなので、ぜひ皆さんのお住まいの地域、今すごく雨とかが降っていたら、気をつけてください。はい、ということで今日は一緒にですね、ゴジラの、これゴジラでいいの？これがゴジラ、ゴジラと一緒にお送りすることに急遽なりました。本当はですね、この、カモさんと一緒に、お届けする予定だったんですけど、今日はこのカモさんとゴジラちゃんの、なんか今旬らしいよゴジラ、一緒に今日はお付き合いよろしくお願いしますということで、こんな尻尾があるってすごいよね。でもさ、きっと恐竜ってこんな感じだったんでしょ。でも立ち上がんないからこうだよね。違う？もし恐竜だったらこうですよね。こうはいかないよね。でも多分これって人間サイズとか、この宇宙サイズだったらこれぐらいで1メートルだよね、きっとね。1メートル、2メートル、3、4、5、6、7メートルぐらいですかね。怖い。はい。最近妄想するんですよね、こう宇宙の始まりとかを。やばい。病気。ね、すごくかっこよかったよね、でも今。最近妄想することは宇宙の始まりかな。ということで、今日たくさんお話ししたいことが山ほどありますので、ふざけないで、ふざけるとこはふざけて、しっかり伝えたいとこは伝えていきたいと思います。ということで、今日はこの曲で始めたいと思います。聴いてください。エリカで、それでも好きで。どうぞ。でも好きで好きで好きで仕方ないんだよ、遅すぎる独り言だけが空に決めてく、付き合い始めた頃の二人はいつも笑ってた、君と僕がいた、いつからか慣れ合い、知らぬ間に君を何度も傷つけて泣かせてばかりだった、ほどけていく糸が元に戻らぬことも離れてく
お聞きしましたのはエリカでそれでも好きでという曲でした。エリカが初めて男性目線で作った告歌告白ソングなんですけれども、ぜひ今皆さん、男性聞いていただいている方は、あの大好きな女の子ともう一度よりを戻したいと思っている人がいれば、ぜひこの曲聞いていただいたり進めていただければ嬉しいなと思います。ということで最初のコーナー行きたいと思います。エリカのエトセトラ。はい、今日もゆるい感じでスタートいたしました。エリカの告白エトセトラということなんですけれども、このコーナーでは最近のエリカのこうお話なんかをねしていこうかなと思ってるんですけど、まあ、なんと言いましても皆さんブログ見ていただきましたでしょうか。私この度ですね、めでたく、TBS さんの方の、深夜番組コイントスというね新しい番組のなんとなんと、エンディング、オープニング、そして挿入歌、テーマ曲4曲すべてエリカの曲が使われることになりました。イエーイ。あイエーイ、ガオーって感じですよね。ガオーって感じですよ、みんな。いやー、これをですね、もうずっと発表したかったんですけれども、これのお話が決まったのが、もう本当にこの前よ。私がね、
もうほとんど寝てないですって前回の多分番組の時言ってたと思うんですけど、それ真っ最中でした。はい、というのもですね、結構こう作り直してまた違う曲を作り直して、そしてまたちょっとこう考えてまた作り直してっていう感じで、何曲も実は作っていた中の、まあ、2曲が選ばれたということだったんですけれども、4曲中2曲はですね、国歌あなたを送るかのアルバムの中から2曲選ばれることになりました。そしてもう2曲はですね、今回すべてこの番組のために書き下ろしたわけなんですけれども、すごいお祝いのメッセージを皆さんいただいて、まずはお礼を申し上げたいと思います。なんかの結婚式みたいになっちゃって、まずはお礼を申し上げたいと思います。本当にこの場をお借りして皆さん、たくさんのコメントメッセージをお祝いいただきまして、誠にありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にすごいメッセージでしたね。 Facebook でもいいねがすごいついて、なんとも嬉しい、本当に幸せでした。なんかこうテレビで曲が流れるというのは、まあいろんな今までもそういった機会はあったんですけれども、4曲すべてっていうのはね、初めてなことなの で結構こう番組としてもこういろんな曲、いろんな曲のいろんな番組を見ても4曲すべてがね、こう一人のアーティストっていうのはなかなかないみたいで、本当になんか関係者の方もすごいびっくりしていただいて、喜んでいただいたわけなんですけれども、まあのいきさつとしてはですね、その番組のプロデューサーさんが、まあ非常に私のことを、まあ、気に入ってくださっていて、もともとね全然知り合いでも何もなかったんですけれども、まあそのいろんなこう Facebook ですとかいろんな伝えを伝ってもうご連絡いただいて、ライブに来ていただいて、そしてこういったお話をいただいたということで、なんとも光栄ですね。私が YouTube でカバー曲とかをアップしたりしてるんですけれども、たまたまですかね、歌うたいのバラッドのカバーを聴いていただいて、すごく気に入ってくださって、あ、やっぱりこう自分がこうずっと回った前のね、だってあれってもう6年とかもう前じゃない、6年もうちょっと4年くらいかな、もう前5年くらい前のアップした曲が、まさかこういった形でこう誰かの耳に触れてこういったお話をいただけるっていうことは本当に光栄だなと思うし、やっぱりあの時の歌とあの時からやってることは何も変わってないんですけども、ってことはやっぱりやり続けるってすごい大事なんだなって、もちろんあの時から少しずつ自分の中身だったりとかはすごい成長してるとは思うんですけれども、でも歌に対する思いみたいなものはあの時からずっと変わっていないし、そういった昔からそういう気持ちでやってきたことがこういうところにつながっていってるのかななんてすごく、嬉しく感じたりしています。曲もですね、私の国歌の、前回も話しましたけども、新しい試みというか深いね国歌を歌っていけたらというところで、恋愛ソングではあるんですけれども頑張って作りました。2曲ともちょっとこう提出が変わって、エリカっぽいねって言われるところもあるし、あ、こういうのはなかったねって言われるようなところも多分あると思うので、ぜひ、番組見ていただいて、また後ほど詳細とお知らせさせていただきたいと思います。ということで、エリカのエトセトラのコーナーでした。それでは次のコーナー行きたいと思います。エリカのロケのコーナー。はい、もう非常に緩いですね。でよくさ、学校とかで集会でみんなでさ、まあ、拍手するじゃん。で最後終わった後にっていう人いない？いますよね。皆さんそういう人でした？私はね、そうこういう最後になんかってやった後、誰か必ずまたってやるから、自分が最後がいいのよね、あれってね。だからまた最後に誰かがってやるんだけど、私はそれには参加しなかったんですけど、拍手を誰よりも大きな音にしたくて、こういう拍手じゃなくて、なんかね、こういう拍手わかる？この拍手わかる？この拍手をして、いたような気がします。でも何かしらやりたかったのよね。でもこれ誰かに迷惑かかったりしないよ、こう。さあ、このコーナーですね、エリカのロケのコーナーということで、スタジオを飛び出して、外に行ってですね、いろんなちょっとエリカの最近の出来事なんかを動画に集めてきました。今日はですね、なんとこの前ダムさん企画でですね、エリッシュプレミアムファンイベントという七夕企画が、
先日行われました。あの応募者の中からなんとなんと選ばれた本当に少人数の当選者の方、本当にね、あの選ばれなかった方には本当に申し訳ないと思うんですけれども、選ばれたエリッシュの方と一緒に、カラオケを歌ったり、いろんな、コーナーをしてきましたので、そちらの映像をご覧ください。どうぞ。そうですね、基本的にはやっぱりライブと違うみたいな。いやいや、そんなことはないですね。そんな大事なことで、一緒に歌えないですよね。はい、ねえ、それじゃあツイキャスとかやったらしたいんだけど、歌いましょう。あなたに手紙を書こうとは直接まで言おうとは何度も悩んでやっと決めたよ。全ての想いをこの歌に託し、Yeah.
七夕企画、エリッシュプレミアムファンイベントインダムということで、させていただきました。本当に楽しかったですね。あの三谷さんが、まあ、あの司会をしていただいて、あの進めたわけなんですけれども、楽しかったです。まずあんな少人数の前で歌を歌うっていうことがもうなかったので、ファンの子たちの前でめちゃくちゃ緊張しましたね。あんな緊張するかねっていうぐらい緊張しましたし、一人一人の皆さんと歌を歌わせてもらったんですけども、みんなすごい喜んでくれて、それが一番嬉しかったかな。で、一人一人いつもこうライブの時って物販にちょっと立ててもみんなとちょっとしかお話できなかったりするんですけども、今回はみんなとすごいお話できたので、それがすごく良かった。歌だけじゃなくって、やっぱそのみんなとこう絆がすごく深まったなっていうのと、あとそのもう時間がなくって最後の方とかはもっともっとお話聞きたいっていう私の思いがもう溢れてしまって、ダムの部屋でねやってたイベントではあったんですけれども、入り口まで行きまして入り口のそのか、あのエレベーターの中とかまでずっとお見送りして、その中とかでこうエリッシュの子たちとお話をするぐらいもう名残惜しくて、それぐらいこう普段はできないことがたくさんできて本当に良かったなと思います。また機会があればね、またちょっとこう地域、また名古屋ですとか大阪ですとか、関東、そして、そうですね、いろんな全国、でイベントさせていただけたらなと思っていますので、ぜひその時は楽しみにしててください。ということで、エリカのロケのコーナーでした。それでは次のコーナー行きたいと思います。エリカのお悩み相談室。はい、ゆるゆるいと言っていたらみんなこう拍手の音が大きくなりましたねメッセージいただいてます、ありがとうございます。ちょいちょ待ってな、ちょっと待ってね、みんなメッセージいただいています、ありがとうございます。間に合った、ありがとう。今のはルンルンゴリラだな。ルンルンゴリラっていうのこれやっぱそれでも好きでめっちゃいい歌ということで、ありがとう、おめでとう、ありがとう。あ、なんとなんとこちらの方にご相談が来てますね。こっちでじゃあちょっとじゃあ飛ばして、よかったですね、おめでとうございます。すごい、成長しながらの継続は大事。そうですね、4曲もおめでとう、ありがとうございます。2曲の新曲も楽しみですということで、ありがとうございます。じゃあお悩み来てたのでね、まずこちらに来てたお悩みをちょっと読んでいきたいと思います。エリカちゃん、私は今彼氏がいます。 LINE でだと喋れるんですが、学校でじゃなかなか喋れないです。どうしたらいいですかということで、切実、これ切実ですね。私の友達とかでも高校の時とかよくね、この悩み抱いてた友達すごい多かったです。やっぱり学校って周りのみんながいるじゃないですか。で、恥ずかしいじゃないですか。でなんかこうみんなになんかちゃちゃ入れられたりとか、ほらあいつら喋ってるえーとか言われるのすごい嫌ですよね。特に中学の時とかもそうだったですし、なんかこう付き合ってるから一緒にいなきゃいけないっていう義務みたいになっちゃってるだと思うんですよね、私たちの時って。で、付き合ってるから手つなきゃいけない、行かなきゃいけない、付き合ってるから毎日連絡取んなきゃいけない、付き合ってるから学校でも喋んなきゃいけないとか、なんかちょっと義務になっちゃうと、一気になんかやらなきゃいけないみたいになっちゃうと、それってなんだろう、付き合ってるってそもそもなんだろうみたいになっちゃしまいますよね。だからやっぱりこう付き合うって、お互いが一緒にいたいな、話したいな、何してるのかな、聞きたいな、触れたいな、そばにいたいな、支えたいな、そういうことの連続だと思うんですよね。だから例えば学校でも話したいな
ってお互いが思ってるだけでもすごく素敵なことだと思うんだよね。例えば LINE で学校で今日も話したかった、何してるかずっと気になってた、でもやっぱ恥ずかしくて喋れなかった、明日はおはようってちゃんと言いに行くよとか、そういうことがちょっとでも LINE でできれば、俺もじゃあ明日はおはようって言い合おうよ2人でとかって言ったら、なんかそれっておはようっていうことが義務じゃなくって、話したかった、喋りたかった、つながりたかったからおはようって言うっていうのは、何でもないなんか普通に話さなきゃいけないっていうことじゃなくって、お互いがすごく通じ合っている上で成り立っていることだと思うので、こうそう、もう LINE でさ、こうお話ができるのであれば、 LINE ですごい話したかった、本当は何してるか気になったっていうことを素直に言って、だから明日は恥ずかしいけど頑張って昼休みに一瞬会いに行くよとか、例えばおはようって言いに行くよとか、そしたら彼にとったらおはようだけでも、周りの人たちはさあ、おはようって言ってるだけだなって思ってても、二人にとったらおはようってめっちゃ大事なことになるじゃん。昨日約束したおはようを言い合ったみたいな、それだけでもずっと大事、なんか素敵だなって思うんですよね。なんか周りのみんながこう好きだ、なんか付き合ってるからこういうことではなくって、なんだろう、二人だけの物語、二人だけでこう育てていってほしいっていうか、二人のストーリーを作っていってほしいから、こう世の中の学校でこういう風にしてるのが憧れとか、こういう風にしなきゃいけないみたいなのっていうのを一個置いといて、二人だけの愛を育ててもらえたら嬉しいなと思います。まずはこうこの話しようとか、そういうことからでもいいんじゃないでしょうか。はい、なんて思います。自分がもし高校とか中学に戻ったらそういう風にしてたかったなと思う。なんか私たちの時は交換日記っていうのが流行ってて、学校では恥ずかしくて喋れなくても、お互いほら家の電話でね、携帯電話とかも私が中学の時はまだなかったりしたので、そういう交換日記をしたりとかして、なんかこうお互いが普段言えないこととか、本当はこうしたかったけどできなかったこととか、こう誰にも言えなかった秘密の話とか、今はこう携帯電話があるので、一日待たなくてもそういう約束とか、お互いの絆がもっと深くなると思うので、ぜひぜひ素敵な、なんかこう2人だけの愛を育ててもらえたらなと思います。お悩みありがとうございます。もう一個いきますか。はいなんか最近ねマネージャーがおかしいんですよね。まあ昔からおかしいんですけどねはい、番組ソング決定おめでとうございます。本当に楽しみです。七夕カラオケパーティーデートできて本当に楽しかったです。あ、嬉しかったです。本当に幸せで楽しい時間を過ごせました。お話も聞いてもらってありがとうございました。はるちゃんありがとう。覚えてます、まあそこにいたメンバーはみんなの名前覚えたよ。はるちゃんありがとう。多分今も見てくれてるんだかなと思います。なんかやっぱりこう新しいことを何かするときってすごい勇気がいるし、なんかあの時も話したと思うんだけども、すごく恋もね、そして明日とか明後日とか未来に対しても不安はたくさんあると思うんだけど、できることから、そして自分を信じてあげることから始めてもらえたらなと思います。私もそういう自分になれるように頑張るから、一緒に頑張りましょう。こんばんは。名古屋は台風が近づいてるから風も雨も強いよということで、大丈夫ですか名古屋、心配です。そんなに雨すごいんですね。噂によると史上最強らしいから、皆さんほんと気をつけてくださいよ。噂によるとね、ガラスが全部割れるらしいよ。ほんとなんだってば、これほんとに割れるんだって。だから家の中にいても危険だって言ってたよ。だから私はすごいビビってるんですけど、皆さん絶対に本当に無茶はしないでくださいね。はい、TBS の新番組にエリカさんの曲が決まっておめでとう、よかったねということでありがとうございます。エリカちゃん、私結婚しました。おめでとうございます。7年くらい前からエリカちゃんのファンです。ブログで相談に乗ってもらったり、曲を聴いて励まされて感謝しています。ありがとう。この度のテーマソング決定おめでとうございます。楽しみということで、うわすごーい、ゆかさんおめでとうございます。7年くらい前から、あららららららら、7年くらい前って、私デビューしたのが、あら4年前ですか三谷さん
4年前ですよね。7年前ってなると私たち出会ってませんよね。生まれてはいる7年前ってどういうこっちゃ。インディーズ路上ライブとかですかね。わー、アンダフル、ありがとうございます。ご結婚されたということで、私ね結婚ソング1曲作ったんです。最近歌いたいですよね、どこかで。三谷さん、うん、はい、エリカちゃん、私は今彼氏がいます。 LINE だと、あ、これね、うん、これ多分同じ子か。あ、同じ子でしたね。ありがとうございます。ぜひ参考にしていただければと思います。今度情報の授業で好きなことをパワーポイントを使って紹介していいって言われて、エリカちゃんのことを紹介しようと思います。わありがとう。クラスのみんなに伝えてほしいこととかありますか。そうですね、まあ150個ぐらいあるんですけども、その中の 2,3 点だけ取り上げますと、まあ告白ソングを歌ってる告歌というワードを、まあ私が自分で作って歌ってるわけなんですけれども、まあ告歌を歌っている女の子だよということとですね、あとそうですね、やっぱり伝えたいこと、知ってもらいたいことっていうのは、まあ、学校の授業だと思うので、私はすごく歌手になるここまでの道のりは決していいことばかりではなかったんですね。で本当に大変なこともありましたし、でもこれって歌手だけじゃなくって、皆さん夢とか持ってたらみんなも多分そういう経験ってしてると思うんですけど、私のこの世界の、こう目指す子たちって本当に才能があって、もう生まれ持った何ですかね、こうなるべく星の下で生まれたっていうの、そういう人たちがすごくたくさんいるわけ。もう選ばれし者たちが、やっぱそこに私がこう入っていくっていうのは、こう私みたいな、なんだろうな、普通の子、こう才能がないっていうか、私みたいなタイプは努力をどれぐらいするかっていうことの連続だったんですね。なのでこの私が歌を歌ってる時もそうですし、この夢を叶えた時もそうなんですけども、やっぱり努力は才能に勝つということを信じて頑張ってきたということと、あとはやっぱファンのみんなに支えてもらって今の自分がいること、そしてずっとずっとこうこの先も変わらず夢も歌もそして恋も伝えたいことは、自分自身が変わらなければ周りは変わってくれないよっていうこと、そういうことを私はすごいメッセージをいつも発信してるので、ぜひそこの部分を言っていただければ嬉しいなと思います。ということで、また後ほど時間がありましたら、お悩みメッセージ読んでいきたいと思います。ということで次のコーナー行きたいと思います。エリカの生音だ、違うね、今こうやったらジャ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 ンってやったら、こうジャジャンって生音のコーナー、イエーイ。はい、さあ生歌久しぶりの登場でございます。タモリさんみたいにやっていい。いやー、これ久しぶりの登場じゃないですか。はい、三谷さんでーす。テレ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 タすごいです。キャーって言うんだよ、キャー。あ、そうですか。ちょっとまあ、いいと思うんですよね。いいと思うんですよ、はい、さあ、元気でした。ご無沙汰ですけども、何ですかその赤いシャツは。いやちょっとですね、まあエリカさんラッキーカラーが赤ということですね。はい、まあ、それにちょっと合わせて。まあ夏ですし、私が赤じゃなきゃダメですよ、それ。そうでしたっけ。そうでしたっけ。だって最近赤ですよね。昨日も赤でしたよね。そうなんです、昨日はアロハシャツで、ね、アロハシャツで仕事来られたって、ね、現場でさ、現場で私より目立っちゃうっていうね。アロハシャツ着てどこの国から来たんだみたいな感じですけど、やっぱりね、はい、やっぱりやっぱり、まあパリッとパリッとしてないじゃん、だからパリッとアロハシャツがパリッとしてないでしょ。パリッとしつつも、まあ、ゆるーっとしてるじゃないですか、はい、お久しぶりです、皆さん。はい、なんか皆さんに
なんか言いたいことがあれば。そうですね言いたいことですか。いやほら TBS のあのタイアップが決まって、はい、あの一緒に頑張ってきましたね。いや本当に、まあ正確に言うとこれからさらに頑張る、ね、そうですね。実はね、あさってしあさってでレコーディング、はい、ちゃんレコーディング、はい、して、いや私 ね、 楽しみですね、家にいるとほらレコーディング近いから、はい、冷房つけっぱなしにすると喉やれちゃうから、はいはい、冷房切ってんですよ、はい、で扇風機オンリーワンにしてるんだけど、はい、もうね死にそうなぐらい暑いわけもうねわけわかめ、そうですよね、うん、でねむしろ汗かいてうなされて、はい、寝れず、はい、体力落ちての風邪っていうのもあるからちょっと気をつけていかないとと思って、それだと本末転倒というかですね、本末転倒ですね、はい、適度に今冷房をかけて、はいはい、で今日はちょっと何しに来たんですか。今日ですか、はい、私いつもこのコーナーはね、はい、ギターの練習講座っていうのをやってんですよあなたがいなかった間。そうなんですか。あなたがいなかった間私すごい相当上達したんですよ、はい、あ本当ですか。はい、じゃあいや今日いいですけどねあれ振りじゃないですか今の今のできますよ振りじゃないですか、それ前回すごく上手くなっててね反響すごかったですよ。あゆかちゃん上手くなっちゃったな。いらないじゃないですか。いらないかもしれないけどひとまず今日はいよっかいやちょっと取り急ぎ、はい、そうそうそう、そうです、じゃあ今日もギターを持つということですか。そうですね、はいはい、なんかあの最近アフレコが上手いって聞いたんですけどアフレコですか今日はね、はい、このカムちゃんとね、はい、このゴリラさんでやってるんですけど、はいはいはい、カムちゃんってどんな声なのかね聞きたいですよね皆さん、はい、カムちゃん今日は元気。カムだよカムだよ。今日元気ないみたいですねちなみに正解なんでした今正解、はい、正解はねやめてよ。ちょっと振ってコモちゃん、今日元気？切れてるんですか？切れてるんですか？切れてないですよ。今日は元気がちょっとないみたい。カモちゃんが元気ないかもしれないですね。そうですね、はい、さあ、今日は何を歌います？まあスタジオもシーンってなるんだもんね相当だよねじゃあまああの、うん、あれですね、うん、あのあんま歌ってなかった曲、うん、でまあ夏なんで、うん、まあ台風近づいてますけども、うん、まあ明るめの曲ということで、うん、まあスーパーガールとかどうですか。パスガールね何ですかこれ逆テレコにしたんですか、業界用語にしたんですかあじゃあ歌いましょうか。テレビの前の皆さんもぜひ手拍子いただければ嬉しいなと思います。なんかみっちゃんの方が背が高いから私もちょっと背高くなろう。はい、これどう？比率合うかしら？あった？大丈夫です。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、サンキュあと3キロダイエットして、あと2センチ髪を切って、あと1ミリ爪を伸ばして、あと少しの距離縮めたい。次は2回目のデート、どんな試験よりもここが私の勝負時なの。人生かかってるのです。チクタク針が進んでく、リンリン君からのコール、必ず次こそ射止めてみせる、覚悟して待って君に君に君にずっと言いたくてでも言えなくて、朝昼晩夢の中まで願っていたの。一朝百千年ずっと時の満ちるその先待って、離れない離れたくないよ、目指すは君のハニーベリーオンリーユー。スーパーカーシャンバラナウナウオレイ、シャンバラナウナウオレイ。何度も聞いた Yes, No, Yes, No, Yes, No。 どっち帰り道で石ころけ飛ばし
私にきっとなれますように、yeah. hey, yeah. 嫌い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 だって言い聞かせてた時もあった。こんな好きで仕方ないのに迷惑かなって、悩んで迷って逃げたくてどうしようわかんなくなって、それでもこの心がずっと叫んでたんだ。君に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 ずっと言いたくてでも言えなくって、朝昼晩夢の中まで寝かがっていたの。一十百昨年ずっと時の道でその先待って、離れない離れたくないよ、目指すは君の針Baby, only you Super girl, Shambhala, now, now, ole 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 Yay!それ週から最後にする人だよそうですねそれ狙ったの。さあ、さあということで、スーパーロールをお送りしたわけですけど、ちょっと なんですかこれ。あら、あ、これやばいですね。結構これ雨降ってるよ、うん、あららららら らスーパーガールの間に何がもう起きたんですかね。スーパーレインが来ちゃったね。スーパーレインが、あらら。皆さんはちゃんと室内にいてくださいね。じゃあもう一曲歌っちゃいますか。そうですね、今日はせっかく来ましたんで、はい、そうですよね。次いついらっしゃるか分かんない。もうお忙しぶっちゃってねもう本当にぶってないです。もう現場に来ていただけないしということで、じゃあ次の曲はこれも久々な曲。久々ですね、はい、じゃあ歌いましょうか。会いたくて、はい、会いたくてです。会いたくて会えなくて、本当はいつも泣いてたんだよ。言えなかった君への気持ち、もし聞こえてるならちゃんと聞いてほしいの。久しぶりに会ったのに話したいのに、どうしてすぐ寝ちゃうの。ねえ平気なふりしてたけど不安だよ、君が思うより大人じゃないの。別々の道で頑張ってること分かってる、大丈夫そう言い聞かせてきたけれど、会いたくて会えなくて、本当はいつも甘えた変わったよ。寂しくても笑ってたよ、どんな時も君の味方でいたかったから。過去現在未来、朝日が光目を開けた君に、好きだからこそ言えなかった、伝えたいんだ隠さないで今すぎるよ。いつも目をそらしてたごまかしていた、向き合えずに君からも自分からも逃げてたんだ。会いたくて会いたくて、本当はいつも離れたくなくて、でも今はね戦ってる。
百年後もきっと乗り越えてゆける気がする。この気持ちがほどけないように、大きなその手でこの手を離さないで、未来の空高く二人飛んでいきたい。大好きだよ、でした。ごめんなさい、Dメロでしたね。そうですよ、先輩。すいません。はい。ということで、三谷パイセンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今日はね、生歌を2曲歌わせていただいたんですけれども、ちょっとお天気が怪しくなってきましたね。皆さん本当に気をつけくださいということで。メッセージじゃあちょっと読んでいきましょうかね。はい、今日も FM ななみのアフターヌーンバラエティで、くさちゃんが会いたくて声かけてくれました。くさちゃんに感謝です。くささんありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。いつも本当に応援してくださってももやさん、ありがとうございます。そしてめぐちゃん、えりかちゃんこんにちは。新番組のテーマソング決定おめでとう。また楽しみが増えました。毎週 TV でえりかちゃんの曲が聴けるの今から楽しみです。楽しみを作ってくれてありがとう。今日も頑張ってくださいということで、ありがとうございます。こちらこそ楽しみにしてくれてありがとう。お祝いしてくれてありがとう。いつもえりかのファンでいてくれてありがとうという感じですよ。本当にありがとうね。ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。宮小路さん、ありがとう。生放送見てます。私には19日で2ヶ月になる彼氏がいます。でも無神経なところばっかり辛いです。そんな時いつもエリカさんの曲聴いているんです。そしたら元気もらえて頑張ろうって思います。本当にエリカさん大好きということで、ありがとう。無神経ってね、もうその無神経ってさ、性格だよね。多分さ、そんな傷つけるつもりも、そんなに大したこと言ってるつもりとか行動を取ってるわけじゃないのに、それがやっぱり誰かを傷つけたりとかしてるって、それって性格ですよね。なんか私も結構ね、そういうことを最近思うんだけども、やっぱり一個一個そこに対してさ、ね、あそこはあだよとかっていうのってすごく言う方も嫌じゃないですか。で、なんか向こうも、あーそうなんだ、ごめん直すねって言ってくれて、一個ずつこうそういうところがね、変わってくれたら嬉しいんですけど、人ってなかなか変わらないし、じゃあ相性の問題なのかなとか思うと、そういうわけでもなくて、やっぱりお互いがその好きってところでつながっていれば、それはそれで乗り越えられることもあると思うんですけども、こう一番のさ、あれって相手が悪気がないってことよね。うん、まだ悪気があった方がさ、なんかこう喧嘩できるじゃん。だけど悪気がないとこう喧嘩できないから、あーこういう人なんだこの人って言って理解していかないといけないっていうかね。でもこうそれって無神経なところだけじゃなくって、多分いろんな人間関係とかも全部そうだと思うんですけども、なんか 100% 自分と合う人っていないじゃないですか、家族でもね。だからなんだろう、いいところを見つけて、その人の何を好きになったのか、でやっぱりそのダメなところも含めて好きになれたらもう最強よね。うん、まだ2ヶ月だと、なんかあこんな一面あったんだって知らないところが多いかもしれないんだけれども、その知っていった上で、ダメなところも全部含めて、彼のことをこう好きになってもらったら、もっともっと深い、愛になるんじゃないかなって思います。はい、ぜひぜひ参考にしていただければなと思いますし、ずっとずっとこう仲良しなカップルでいてください。エリカちゃん今日誕生日なんです。エリカさん大好きです。番組取材かけっておめでとうございます。これからも応援していますということで、なーちょっ、なんちょっ、
丸ってピナチョピ、ナチョピさん誕生日おめでとうございます。来てみーちゃん、ナチョピ。すごい、めっちゃ無理。そうだよ、できるできる。ハーッ、 OK? Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear ナチョピさん。Happy birthday to you. はい。みちゃんありがとうございます。ナチピさん、お誕生日おめでとうございます。これからもぜひ応援していただければと思います。今日は美容院に来ているのでリアルタイムでは見れないけど後で見ます。七夕パーティーとっても楽しかったです。番組の曲も楽しみにしています。今日は久しぶりにお客さんとして会ってるのでなんかドキドキです。1週間でいろいろありすぎて戸惑っていたけどということで、2年間の頑張りがやっと報われてあの人の心を動かせたのかな。エリカさんにたくさん登壇してたくさんアドバイスもらって何をするときもエリカさんの歌を聴いて勇気をもらって頑張ってエリカさんがいて本当に良かった、本当に大好きですということで。違うよ、私はね10のうちのね 0.23 ぐらいしか力慣れてない。あとのやべ23だとちょっと残りが10のうちの1しか私は力を渡せてない。あとの9は全部頑張って2年間一生懸命辛いことも乗り越えた、もう自分の成果だから自分を褒めてあげてください。私はそれをずっとただ見守ってただけ、歌でしか見守れなくて、もどかしかったですけども、こうやっぱり一個のことをずっと貫く、それって恋でも夢でも何でもそうですけども、やっぱりすごい自信になるよね。私はこれをやってきたって自信持って言えるじゃん。でこんだけ自信持って言えたら人方悩んでる時に自信持って言えるじゃないですか。私はね歌に対してはすごくだから自信持って言えるのよね。できないんだったらでどうやればできるのかを考える、それってやっぱ歌も恋愛もそうですよね。いやーなんかすごく嬉しいです。なんかこうみんながねエリッシュがどんどんこう私の曲を聴いて一緒に成長して一緒に大きくなって一緒にキラキラ一緒にこうなんかこう人としてもね成長できるというのはなんとも嬉しいですよね。ありがとうございます。ちょっとこう時間がもうなくてですね読み切れないんですけれども、ということであと1分喋っていいですか。はい、七夕パーティー行きました。こんな特別なイベントに行けてリカちゃんのめっちゃファンになったし、アルバムも毎日聴いて歌えるように練習中、マジ私を誘ってくれるハルちゃんに感謝ということで、ありがとうございます。ヨコちゃんありがとね。キスキスキ久しぶりのキンタウルスとの生歌よかったよ。キンタウルスくんご苦労様、台風、東京へ行くところは大丈夫だよということで、解散したから東京行く頃は大丈夫だ。今日は2曲もありがとう。偶然の波のリクエストはやりたくてでした。台風もすぐ、関東地方を通過。パンチしとくわ、パンチしとくわだって。ありがとうございます。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございます。はい、ということで、お知らせがね何個かあるんですけれども、冒頭でもお知らせしました通りですね、TBS コイントスというね、初回は21日月曜日の24時から4時56分から24時56分12時56分ですね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ですね、こちら関東ローカルになりますので、見れる地域の方は限られてしまうかと思うんですけれども、ぜひ見れる方は楽しみにしていただければと思います。もしかしたら地方でもポロポロと見れるところもあるみたいなので、ぜひぜひ見れる方は楽しみにしててください。2回目以降は12時41分からということになります。そしてですね、
8月3日、ちょっと向こうにはなるんですけれども、夏サカスというね、イベントの方に出演することが決まりました。そして、東京タワーのライブもね、7月の27日ですね、日曜日、夜7時からまた歌います。フリーライブです。ぜひ皆さん、夏もう夏7月過ぎたらもう8月の下旬になっちゃうから、もう夏真っ盛りの、イベントという感じで、盛り上げていきたいと思います。ぜひ皆さんまた遊びに来てください。そして、もろもろエリカの情報等はですね、エリカの告白というブログ見ていただくか、エリカと検索してホームページの方でチェックしてみてください。あと何か言ってないことありますか？大丈夫ですかね。はい、あ、そうですね、7月20日もうすぐですね、来週かな、来週、再来週、来週ですがね、はい、なんとですね、町田の方で、イベントがあるらしいんですけれども、ブラグのブルーの方で詳細なんで私ブログはブログは詳細はブログの方で見てみてください。町田で20日、主催はどう、ミクシーさんのねイベントみたいです。ぜひ出演しますので、皆さん時間とホームページで見ていただいて遊びに来てください。今日もあっという間の1時間だったんですけれども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。今日はですね、ゴジラちゃんとカモちゃんでお届けしたんですけれども、ゴジラがねこんなに尻尾が長いとは思いませんでした。人間はどうして尻尾がないんだろう。また今日も妄想させていただきます。ということで、これ終わった後にまたブログ更新すると思いますので、ブログの方を皆さん遊びに来てください。ということで今日もありがとうございました。次回は7月24日木曜日です。お相手はエリカでした。バイバーイ。